ひわみチャンネルからの重要なお知らせ。まず、こちらの写真を見ていただきたい。前回の動画で紹介した新スケジュールやな。そしてこちらが新スケジュールです。あんまり変わっとらんくないというお姉ちゃんのために詳しい変更内容を解説します。よろしくお願いするわ。で、どこが変更されたんや。今回はほとんどサブチャンネル周りの改定がされました。ずんだじゃれは最終回迎えたもんな。ずんだじゃれに代わる新シリーズとして、サブチャンネルでは裏極み動画を毎日投稿することになりました。裏極み動画ってなんや。裏ってことは表もあるんか。表ってのはイラストやを用いたショート形式のすれまとめです。裏極み版は提供イラストを用いたバージョンの動画です。提供イラストってのは Twitterの DM で募集してるやつやな。この動画の投稿日現在、まだ使用できていないイラストが150件以上あります。使用するのは遅くなるやろうけど現在も募集中やで。また、ショート動画まとめに使う動画は基本的に裏極み版となります。点数制限に引っかからん対策やね。これに伴ってメインチャンネルで公開しているショート動画まとめのパート22までを非公開にします。ショート動画まとめも海れんくなるんか？安心してください。サブチャンネルにお引っ越しするだけです。今日から毎日19時にプレミア公開します。ぜひ見に来てな。あと不定期で配信をやっていこうと思います。どんな配信するんや？雑談配信やゲーム配信などサブチャンネルでやろうと思ってます。メインチャンネルではもう配信やらへんのか？メンバー限定で動画制作作業配信などやるかもしれません。それから、今までメインチャンネルでやっていた漫画案件を、しばらくの間サブチャンネルでやろうと思います。サブチャンネルでは、案件投稿に時間制限つけへんから、興味がある人は、過去のコミュニティ投稿もチェックしてな。なお、この動画の内容は、暫定的なものであり、今後変更される可能性があります。大きな変更があったら、また報告動画出させてもらうで。というわけで、これからもよろしくお願いします。